里崎チャンネル。こんにちは。なんか、はい、すごいことがあったらしいじゃないですか。あ、すごい嬉しいことがあって、うん、あのこの間お仕事で福岡に行ってきたんですよ。見ました、インスタ。あ、本当ですか。はい、なんか福岡ドームの横だけ撮ってましたね。泊まったホテルからペイペイドームがね、はい、上から見えるんで。あ、そっち側で泊まったんですか。はい、僕はあそこで、クライマックロッテは、はい、あの天神のホテルなんですよ、はい、でもそこビールかけできないから、うん、クライマックスとかになると、はい、シーホークに泊まるんですよ、はい、でその時にあのシーホークで、うん、2005年プレーオフ勝って、はい、2010年クライマックスだって、うん、で僕もその今ペイペイドーム側だったんですけど、はい、それをあの裸で見下ろすっていうのがちょっと儀式儀式ですね、うん、2回もうあれは快感だった、見下ろすって。でも浜田さんもそっち側だったでしょ。そうそう、あでも私も裸で写真撮ってましたね。これいいのかな、あの、あ、すごい昨日暑かったんですよ、昨日帰ってきたんですけど、だからもう夜帰ってきてもうベタベタだったんで暑いと思って、で裸のままあのカーテン開けたらペイペイドームがドーンと飛んで、裸のまま見下ろして、でも撮ってる時にあ、やばいガラスに映ると思って、こんなにどうでもいい話ですけど、で福岡に行って空港で帰る時に、まあ、喫茶店寄ったんですけど、喫茶店の方が、あの YouTube 出てますかって言って、言ったってください、出てねえよって。なんでですか、いや嬉しかったんですって。出てますって言って、マスクしてたの。マスクしてても分かりますねって言われました。スター、嬉しい。いや全然もうね、もう福岡行ったら私なんて超アウェイですよ、もう、今まで東北で仕事してたんで、誰も知らないと思ってたら声かけてくださったんで、もう嬉しかった。だって YouTube 全世界放送ですからね。そうですね。見てくれたらね。だってね、生配信した時にカナダとかオーストラリアから見てるってね。そう、あの調べたらね、結構、はい、あの海外のところからの、はい、まあ、日本人の方かもしれないし、外国人の方かもしれないですけど、視聴区域、シンガポールとか、はい、結構あるんですからね。へー、台湾とか。世界の方見てるんですね。ありがたいですね、だって全世界放送、今度浜田さん、もしアメリカ行ったら言われるっすよ。あ、アメリカで言われたらすごいですね。YouTube? 見てる人絶対日本語で話しかけますよね。日本語わかんないとかわかんないですよ。めっちゃ話したけど、こうしとくわ。今何分余談したんだろう。いや、それでも2分ぐらいでしょ。そうですね、はい、はい、じゃあ本題いきますか、はい、今日はですね、はい、監督の談話の話です。勝利者インタビューとか、もしくは試合後の談話、監督インタビューとか結構出るじゃないですか、はい、テレビにも出るし、うんうん、新聞とかにも出るし。そうですね、大体終わったら監督ってこう必ずインタビューが待ち受けてるんですよね。そう記者さんが質問して、はい、カメラでも撮られるっていう、あれを聞いた時に、はい、はって思う話です。え、なんでですか？意外と的を得たこと言ってるんじゃないですか、あれって。こう試合の振り返って。そう感じちゃいます。はい、まあ、僕クラスになると、はい、って思うことがいっぱいあります。はい、なんで？いっぱいってそんなないけど、はい、あります。いや、よく、まあ、私もアナウンサーが大体質問するんですけど、うん、私はまあ監督インタビューやったことないですけど、うん、あの選手のあそこのプレーはどうでしたかとか、うん、まあ、試合振り返ってとか、うん、結構まあもう本当に試合の要素を聞いていくじゃないですか。うん、だから、あ、やっぱそうだよなっていうふうに言ってますよ。じゃあよく言うこと、うん、代表的なやつ、はい、言いますね、はい、おかしいかおかしくないかだけ言ってください。わかりました、はい、うん、3対1で負け、はい、負けました、はい、いや打線のつながりが悪かったな。もうちょっと打線のつながりさえ良ければ、うん、勝てるチャンスあったんだけども、ちょっと今日は打線のつながり悪かった、うん、これです。あー、これはちょっと感想としては、うん、まあ、全部選手の打線のになんかなすりつけてる感もちょっとありますよね。まあでも事実っちゃ事実、まあ、事実は事実なんですよ、うん、だからこのコメントだけだったら問題ないんですよ、はい、うん、なんか事実、まあ、事実を言ってますよねって感じ、はい、このコメントだけだったら別に僕もはーとも思わないし、うん、とも思わないです、はい、別に普通、うん、はい、問題は次の日です、はい、昨日負けて打線のつながりが悪かったって言ってるのに、うん、次の日全く同じ打順、うん、あ、選手のせいですかってその時に思っちゃう。ああ、なるほど、そっか。いやでも
でまた、うん、あのチャンス打てなかったら打点のつながり変わるいやいやいや決めてんの誰やねんっていう打順を決めてんのは誰なんだっていう、まあ、まあまあまあそうですね、うん、いやでもその監督なりのなんか我慢というか今日は打ってくれるんじゃないかっていうその期待もあるんじゃないですか。でもつながりが悪いって分かってんだよ自分で、はい、そしたらつながりがいいように変えればいいじゃん。もしくはこの、この地の方がつながり良くなるんちゃうかとか、うん、だって別に大げさに言ったらよ、はい、な誰が何番でもいいわけ、うん、一番いい打順っていうのは点が入る打順だから、はい、別に誰が1番じゃなければも誰が4番じゃなくても、うん、別に何でもいいわけ、はい、得点が入る打順だったら、うん、ね、そんな別にないじゃん、こうじゃないといけないみたいな。そうですね。でそれで打線のつながり悪いって前の夜に行って、はい、次の日あの昼夕方来たら打順一緒って、はい、でまた夜につながり悪いって誰が決めてんやっていうじゃあ帰れいいじゃん、じゃあ打順、うん、まあまあ、ちょっとでもそうですね、出てる選手一緒でも帰れいいじゃん、うん、はい、まあそれで変えてダメでも、まあ、試行錯誤したよっていう、ね、そう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 、そうやって、うん、トライしてダメだってまたそのいいのを探していけばいいだけであって、はい、一緒なのに、はい、つながり悪いって、もうかえ選手のせいですかみたいなこれ誰打順変えていいんですよっていうあるんですね。でもそう、いやよくあるから皆さんありますよね、そういうコメント。あ、ね、はい、俺はそれを聞くたびに、うん、えって思うじゃあ次、はい、いやチャンスで1本出ないんだよね。もうやっぱチャンスでもっと1本打っていかなきゃ、やっぱりチャンスは作るけどチャンスで1本出なかったのがまあ今日の敗因だね。まあまあ事実ですよね。チャンスの場面で打てなかったってことですもんね。これはじゃあ、うん、いいコメントでいいですか。まあ事実じゃないですか。うん。だまあ普通。普通。はい。でもよく聞くでしょ。聞きます。うん、まあチャンスの場面で一本でなくてって。これも、はい、さっきと一緒で、はい。そのコメント自体は問題ないですよ。事実ですよね。問題は次の日。はい。はい、次の日でも、うん、チャンスで打てへん。買ったやろ、はい、じゃあ打順変えた方がいいんじゃないチャンスで出る人、はい、打てる人をチャンスの後ろ出そうなところに変えた方がいいんじゃないのっていう。あーでもチャンスっていつ回ってくるか分かんないっていうのはあるじゃないですか、やっぱり。でも誰がチャンスメーカーか分かるじゃん。あんまあ、打順ではそういう考え方打順の中でこいつはチャンスメーカーだから、はい、ボビーの時で言うと、うん、ボビーはあとインタビューで聞いたんだけど、はい、あの1、2番、うん、出る日と返す人、はい、うん、出る日と返す人で2つに分けて打順を考えてるらしい。へで、そしたら何番から始まっても点が取れる打順になるからって。うーん、でそれによって相手ピッチャーによって、うん、こいつは今日は返せる役だから返せる人、はい、だから得点圏打率高いとかチャンスで強い人、うん、であこいつ出塁率こいつの体勢が高いからじゃあここに置こうかっていう観念だから6番とかだから6番とかが出る人になるから、はい、6番7番が出る人8番9番返す人、だから1、2番出る人、クリーンアップ返す人、はい、で6、7番出る人、8、9返す人みたいな。ああ、8、9にも結構その強打者とか、そうそうそう、それと多くっていう。だって俺一番ビビったのが、はい、3番福浦さん、はい、4番サブロー、うん、5番俺、はい、6番ベニー、7番フランコ、うん、8番イースンヨプ、うん、え後ろいけつないね、後ろにそこまで、大体後ろって言ったらなんかうん、そこまでっていうね。そう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 、だからそういうのもその相手によって出る人返す人を分けてるから、別にそれを分ければいいじゃん、はい、そういうのに次の日も同じ打順で待て言うんだよ、うん、チャンスに1本出なかったってじゃあ帰ろあ確かに次の日の予告先発とか出てるわけですから、うん、その人に相性がいいバッターをその返すところに持っていくとか、出塁率高いとか、うん、打率低いけどこのピッチャーに対して出塁率高いから、うん、じゃあ出るとこ行って、うん、でこいつはこの人に対して結構打ってるからここに置いてっていうのを確かにやればいいじゃん。そうですね、別にそいつが4番じゃなくてもいいんだよ、はい、そういうのに変えなくて、うん、また言うと夜に、はい、チャンスで1本出ない、じゃあ変えなさいうーん、あーそうですね。あともう一つある、もう一つある、はいはい、うん、チャンスで打てないって言って、はい、最近全然チャンスで一本打ててないと、うん、ちょっとチームとしてどうにかしていかないといけない、はい、ね、この事態は別にコメントしちゃうもんで、はい、それじゃあ明日以降、うん、作戦していいんですよっていう作戦だからスクイズとか、ああまあそうですね、エンドランとか、はい、うん、バスターエンドランとか、うん、セーフティースクイズとか、はい、チャンスで一本出ないでしょ、はい、もう一本出ないんだったら作戦して点取りに行った方がいい確かになんかちょっとこう犠牲を払ったりとか、そうそうそう、リスクもあるけどね、はい、作戦リスクもあるけど、うん、待ってても、はい、だからもう泣かぬならだよ、うん、泣くまで待とうじゃもう泣かないから、はい、泣かせてみようじゃないですか。あ、うまいですね、うん、なるほど、だから待っててね、はい、打ってたらいいですけど、うん、そうね、
チャンスで1本打てないのが続いたら、はい、いや作戦していいんですよっていう、はい、それなりに作戦しないで待ってても、え、選手のせいですかって思っちゃう。大きいのをこうボーンって狙わないで泥臭くいろいろ作戦で作戦していいんだ、取っていこう、うん、え、なんか逆にこの監督のこういうインタビュー良かったなとかそういうのってないんですか。俺も栗山さんが最強なんちゃうかと思って。ああそうなんですか。いや私が悪いってっていう全て使ったのは、うん、あれが、はい、いやまあ賛否あると思う、うん、けどあれが最強なんちゃうかと思う。選手にとってはなんかいいですよね、堂々と全部責任を負ってくれる感じっていうのが、うん、でもまあ嘘だと思うんだけどね。でも、はい、俺は全部が全部をそうやっぱ思うとこはあると思うの、うん、でもそれをまあメディアに言うことでもないし、はい、で俺は、はい、直接言ってよってタイプなの。直接、うん、まあ、え、俺になんか、まあ、文句っていう表現が正しいかどうか分かんないけど、うん、言いたいことあるんだったら、はい、直接言ってやって、うん、なんでメディア越しなのみたいな、はい、うん、って思っちゃうタイプだから、はい、直接言われないでメディアに言ってると、はい、信用度がどんどんなくなっていくわけ俺はね。あー、なるほど。え、直接言ってくればいいんちゃうみたいな、うん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 、だから俺監督室行ったもんね、ムカついたから。えそれあった時、はい、うん、言いたいことあるんだったら言ってくださいってすごいですね。いや新聞見て、はい、あ、ボビーの時、ボビーの時、はい、で新聞見て、うん、小林正治さんが、はい、あれ誰だったかな、二岡だったかな、カブレラだったか誰か忘れちゃったんだけど、はい、もっとインコース攻めた方が良かったとかなんとかっていうコメント記事が出てたんで、はい、ちょっとそんなニュアンスで、うん、もう正しいかどうかわかんないけどそんなニュアンスで、はい、で出て、は？言ってるやんって、はい、1回も使ってないわけないやろって、うん、言ってる中で外行って外打たれたわけやんかっていうのがあって、はい、それ新聞に載ってて、はい、ムカついたから、うん、通訳の人呼んで次の日の練習前に、はい、ボビーに言いたいことあるから時間あるから聞いてきてちょっと、はい、今いいって言ってるよって、はい、監督室行って言って、うん、こうこうこうってこうやって載ってたとどういうことやと、うん、俺言ってるぞと、はい、そんなんだったらもう今日からそれインコースしか行かへんぞって監督にそれ言うんですね行かないですよって言ったんです、うん、やんないともうちょっと丁寧にね、はい、あとは通訳がちょっと柔らかくしてくれる、うん、はい、ボビーはいや俺はそういうニュアンスで言ったわけじゃないと、うん、これはもう記者が勝手にこちらのニュアンスを取って、うん、好き勝手書いてるだけであって、はい、真意はそれじゃないと、うん、佐藤はもう自分の思うようにやってくれればいいから、うん、こちらとしては不満もないし、うん、言いたいことも特にないから、うん、今日も同じようにやってくださいと、うん、へー、まあ、じゃあそれだといいっすって、はい、帰ってってへーいやでもそうやって佐藤さんが監督に言えるのとかも、まあ、お互いの信頼関係があるからこそですね、うん、まあ、あとは何、うん、かあったら言ってきてくださいって言ってそれまでも何回もあるからそれが初めてじゃないし、はい、それまでも何回もあるから、うん、もうそれが普通のコミュニケーションだからもうムカついたから、はい、次の日は朝見てはみたいな。いやムカついたら言える監督っていうのすごいですよえ、それどの監督の時にも言えるもんですか。やっぱ言えない監督とかもいるんですか。関係性がなかったら言えないじゃん。やっぱそうですよね、関係性があるからこそ、うんうん、もう関係性がなかったら、はい、もうそればっかりやってやるよねそればっかりこういう民でそればっかりあやってほしかったんだったらそればっかりやってあげるよって打たれてもやるで、ほら打たれるやろって思いながら、はい、いつまでやるといつまでやれっていうのかなっていうのをずっとやるなんかどっちがいいですかって話よ。いやそうですね、うん、だから俺はそのメディア越しに言われるのが好きじゃない、うんうん、だからもうクリさんが最強なんちゃうかって思っちゃう、はい、だってそれで裏で直接言えばいいだけじゃん、うんうん、別に。でも野村さんみたいにメディア越しに言うパターンもあるよね、はい、それを良しとして、はい、でもまあ選手によるよね、うん、俺は好きじゃないの、うんうん、メディア越しはもうメディアにはざっくり言ってその直接的なことは、まあ、メディアにも言っていいけど、うん、俺にも言ってねっていう、あ、直接伝えてねっていう、うん、そうじゃないと変なニュアンスで伝わっちゃいますよっていう、うん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 、そうですね、うん、真意じゃなくてそれで佐藤さんみたいにイライラしてなんか やらかす選手もいるわけですよね。やらかさないよ、その通りやってあげてるから逆にすご逆に部下としては優秀で従ってるわけですよね。そう、その通りずっとやってあげてるの、うん、はい、だから言われるもそこはない佐藤さんっつって、うん、普通はねっつって、はい、そうやってても、うん、危ないなと思ってやらないのが普通じゃん、はい、っつって、はい、やるよねっつってだってそれやれって言ってるんでっつってすごいよねって言われた。いやもうメンタル強いですよ、すごいですよ。
いやもう絶対打たれるんちゃうかと思って、いや普通だったらそれで佐藤は何やってんだって言って打たれて、うん、打たれてもそれ続けるんかってなって、なんかもういやだってそうやってやれって言ってるんでっていう、いやでもそれはもうポジションが確立されてるからですよね。 でもそこまでいけばいいじゃんね。はい、別にだってもう何回も言ってるけど、うん、俺はもう常に思ってたから、はい、あなたより、あじゃあ俺より、うん、あなたは多分先やめるよって言って強いですね。いやもう いいですよね、そこまで言えるポジションまでいけばもうこういうもんなしですよね、うん、でも伊藤さんの時には思ったよ、さすがに俺は伊藤さんより先やめるだって言ってそうなんですだってもう俺も分かるじゃん、はいはい、後がない、もう大体もうそろそろかなって分かるじゃん、はい、でそうした時に、はい、伊藤さんの時は思った、うん、伊藤さんまでは、うん、いやあなたより俺よりあなたの方が先やめるよって、はい、監督にもコーチにも思ってたけど、はい、あの伊藤さんの時はさすがにもう俺の方が先やめるだろうなまあでもでもこうなったら、うん、また俺の強いところが、はい、まあどうせ俺が先やめるんやから好き勝手やろそっちになるんだ確かにどうせやめるんやしみたいな、そうですね、それだったらもう後悔ないように、はい、自分の今までやってきた経験とか、うん、正しいと思ったことやろうみたいな、うん、どうせやめるしみたいな、はい、でもそれが一番強いですねそうそう、やめるの怖くないやつが一番強いよ、はい、もっと続けたいもっと続けたいって思ってると我慢するじゃんね、そうですね、うん、でもそこで変えちゃうの俺は、はい、どうせやめるしだからそこまではどうせ俺の方があなたの方が先やめますよって思いながら、はい、うん、あのやってきて、はい、でちょっと立場変わってきて俺の方が先やめるなって思ったら、まあ好きなことやろうっていういやもうでもそうやって思うでしょ、もしだって袴田さんがアナウンサーの時に、じゃ上司のプロデューサーとか、はい、じゃアナウンス部長とかが、うん、自分に直接言わないで、はい、他の人に言ってて、うん、でそれがもし原稿になって見た時に、うん、は直接言ってやって思う、いや思います思います、まあ、確かに思ったのは、まあ、退職をする時って、まあ、かなり早めに伝えたんです、うんうんうん、私、まあ、半年前とか、うんうん、だからその後っていうのはめちゃめちゃ軽くなりましたよね、うん、どうせ辞めるし、うん、やりたいように好きなようにやろうっていうのはすっごいやりました、うん、だからって言ってね、うん、無責任なことやるわけじゃないからね、もちろんです、もちろんです、そのうまくいくように自分が正しいと思うことをもう思い切ってやろうっていうだけだよね、そうですそうです、はい、なんかだからもうこの番組辞めさせられるかなとかそういう心配がないので、うん、だからもちろん常識の範囲内でこう遊びを入れるというか、うんうん、好きなようにできましたね、うん、そうそう、やらかすとかじゃないからね、そこね、はい、誤解しないでください、そうですそうです、だからって言って好き勝手やって、うん、この組織ぶっ壊してやろうとか、はい、そういうのじゃないからね、はい、変にとらわないんで、うん、逆にいいようにね、そういいように思い切って、いいね、もう最後自分の思うようにやろうっていうね、うん、吹っ切れてできるっていう、はい、分かってくれという人が分かってくれるんですけどね、いやでも何事もやっぱこう聞いてると気持ちの持ちようですね、そうなんですよ、うん、だから僕はもうね、はい、栗さんが栗さんコメントが最強ちゃうかっていう、はい、みんな監督が栗山さんのコメントになったらなんか記事のしようがないですよね、だからあの記者の人とかメディアの人は大変やと思う、うん、大変ですね、常に、うん、でも、うん、選手には優しいと思う、はい、あれが、うんうんうん、なんか勉強になるわと思うもん、ブレへんもんね、しかも、はい、栗さんは、うん、常にだから、はい、優勝をね狙う時も、うん、最下位とかなってる時も調子いい時も悪い時も、うん、一緒だもんね、はい、で、あの自分の目にかけてる選手だけは常に厳しい、あ大谷とか、うんうん、清宮とか、はい、ゆうちゃんとかは、うん、そんなハッピーコメントは常に出ないよね、はい、なんかちょっとあの葉っぱかける意味で、うんうん、っていうのがだから、分かりやすいですね、気にかけてる人のコメントは言うよ、あ俺の分析は、はい、あとはもう全部自分の責任で、はい、でもあれが一番いいんちゃうかって勉強になるね、うん、なんか聞いて、あ、クリさん最強ちゃうかなって思う、はあのマネージメントのマネージャーとしてはマネージャーなんですね、まあだってマネージャーじゃんね、監督なんて、あ、そうです、そうですね、うん、うんうん、だから俺はその3つがえっと思うんだよ、うん、ちょっとコメント注目して聞いてます、そうだからコメントは悪くないの、はい、注目は次の日、あ、なるほど、そうですね、そう皆さん、うん、次の日に注目、うん、そのコメントを言うのは別に普通、うん、はい、チャンス1本出なかったのも事実だし、うん、つながりが悪かったのも事実だし、はい、で、次の日、うん、一緒じゃね、はい、だから、まあ、監督は間違ったことは言ってない、言ってないです、はい、それはもう真っ当な意見、うん、正しい、はい、し別にその言葉自体になんとも思わない、うん、でも次の日もし一緒だったら、はい、で、また夜に同じコメント言ったら、これ誰が決めてるんですかって思っちゃうじゃあもう次の日の打順とかそういうところに、はい、だそういうふうに監督のコメントとか談話とかも、うん、はい、
聞いて、うん、次の日見ると繋がりあって面白いですよっていう、うん、そうですね、うん、じゃあそこを注目して皆さん見てみてください。はい。